全日本という大地に隊長はやぶさが三度舞い降ります。今日のパートナーは元世界タッグ王者秋山純。秋山はやぶさという夢のタッグチームが結成されます。さあどうだ、大森が下がるか。何やら志賀が耳打ちしておりますが、赤コーナーではすでにはやぶさが控えております。さあ大森が自ら先陣を買って出た。30分一本勝負のゴングが鳴りました。先陣を切ったのはあっといきなり、さあ2人がかりではやぶさを血祭りに上げるか。セカンドのはやぶさそうはさせじと、おっとキックを打っていく、円錐だ。さあはやぶさ、隊長はやぶさ、メジャーのリング飛ぶか。スライディングキックです。放送席前、大森倒れました。プランチャー、おっと背中からいった。そして場内に大きくアピールであります。解説はジャイアント馬場さんです。いや馬場さん、いきなりの奇襲にもはやぶさひるむことがありませんでしたね。そうですね、今回で3度目のこのメジャー全日本のリングということになります。さあドロップキックだ。綺麗にアーチを描いていきました。はやぶさの足であります。そして腕を取りに行くグラウンドです。空中殺法が得意なこのはやぶさ、グラウンド技はいかがでしょうか。大森の左の腕をねじり上げていきます。4月の2日大阪大会でこのはやぶさはトルネードと組みまして、滋賀健太郎、マウナケアモスマン組と対戦いたしました。そしてメジャーマットデビュー戦、自らの手で滋賀を抑え込みまして歴史的なフォールを記録しております。さあそのはやぶさから秋山純に試合の権利は移っております。現アジアタックチャンピオンチームのこの2人、左秋山純、そして黒のショートタイツ大森でありますが、今日は敵と味方に分かれまして相まみえております。エルボー合戦だ。エルボースマッシュを打って、もう一発ロープに振っていったのは大森だ。ドロップキック、足の伸びきったところでいいタイミングで決まっております。滋賀健太郎に試合の権利は移っております。滋賀と秋山、現在22歳、プロレスデビューは94年の2月の21日、マット歴は3年と4ヶ月を数えます。滋賀健太郎です。サイドのヘッドホックは秋山純、元世界タッグチャンピオンであります。さあチョップを打っていく、距離を保ちます。押し込んでいく滋賀、ロープに持たれます秋山、キックを打っていく、しかし倒れることはありません。おっと赤コーナーのはやぶさに突っかけていきます滋賀健太郎です。ああこちら不意をつかれた格好になっているはやぶさ、リングの上では秋山が滋賀を振っていったぞ。ジャンピングに高さも十分、馬場さん今のジャンピングには高さタイミングバッチリでしたね。そうですね、まあね、あの白がね、体重がありませんから、はい、ロープに走るのも早きゃね、なるほど、そうするとね、非常にこの秋山のスピードに余計に力が加わるんですよね。なるほど。さあ試合の権利は赤コーナーはやぶさに移っております。そのはやぶさ、トップロープからギロチンを落としていきました。カウントは2つです。実はこの滋賀健太郎、このはやぶさとは今回で3度目の対戦となります。はやぶさが全日本のマットに上がった試合のすべてに、この試合が、この滋賀が対戦相手としてカードが組まれているということになります。滋賀健太郎は話しておりました。キャリアははやぶささんの方が上かもしれないが、ファンはそんなことは知らない、結果がすべてです、外から来た人に負けたらカッコつきません、今日はうまく大森さんにつないで勝ちに行きますと滋賀健太郎話しておりました。青コーナー、その大森高尾に試合の権利を移っておりますボディスラムです。ナックルを落としていく、グーを落としていきました大森高尾。その大森はこのはやぶさとの対戦、試合前ははやぶさにとっては今日の試合は一つのステップに過ぎないかもしれないけれども、冗談じゃない、俺はかませ犬になるつもりはない、きっちり挨拶させてもらうと大森力強く語っておりました。このはやぶさは全日本の四天王、三沢川田、
そのあたりとの対戦を最終目標にしております。そのコメントを受けてのこの大森の試合前の発言となっております。固めていきます、固めていきます。下が大森です。グラウンド技、さあ大森グラウンド、左の腕をがっちりとハヤブサに決められております。さあスタンディングボディースラムに、いや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 、ニュートラルコーナー、さあ滋賀健太郎が突進、二人がかりでストンピング攻撃だ。秋山純はカットのタイミングを図っているが、ストンピングを追った滋賀が猛烈ファイトを展開しております。全日本の対抗戦男、切り込み隊長であります滋賀健太郎。さあ青コーナーにハヤブサをいざなってまいりました大森高雄であります。エルボー打っていく、もう一発打っていく、さあ特に2度ドロップキック、先に立ち上がったのは滋賀健太郎です。エルボー落としていく、ニュートラルコーナー押し込んでいった、キックを打っていく、ハヤブサは離しております。打倒全日本ではなく全日本のいいところを吸収したい、その姿勢が全日本のファンにも支持されております。非常に温かい声援で迎えられておりますこのハヤブサであります。フライングメイヤーです。秋山純がゆっくりと今リング内に入ってまいりました。重量のあるストンピングを一発落としていきます。ローブに振った、ショルダースルー、おっと着地、ドロップキック、キックを打っていく、さあまだ立ち上がれないでいます秋山純、元世界タッグチャンピオンの秋山純、ロープに飛んでキックを打っていく、おっとまだ、しかしこの秋山は余裕があります。馬場さん、やはりこの辺りは、まあ、体重の差といいますか、なんといいますか、これはねやっぱりね、滋賀にね、はい、そのレスリングが、まだその覚えてないんだよね。あ、そうですか。その飛んだりしてその相手を攻める、ことは非常に上手になってるんですけどもね、このやっぱり肝心要のレスリングですね。なるほどなるほど、そういうものがねまだやっぱりないもんですから、なかなかそういった技は、ね、余計その体重も軽いですし、もうやっぱり、かなわないなというところはあるんですよね。そうですか。さあ場外では今タッグパートナー同士の秋山純が強烈なエルボーをこの大森高雄にお見舞いしてまいりました。あっと立ち上がれないでおります大森です。そしてリングの中に滋賀を戻してカバーに入った、ツーカウント、滋賀健太郎を返しております。さあおっと滋賀健太郎の口からは血が滴っております。先ほどの鉄柵攻撃でしょうか、そのダメージを受けた滋賀を早草が、さあ早草がトップロープ越し、頭から行きました。肩がついてるか、カウントは2つ、ストンピングを打っていきます早草です。ストンピングを打っていく、先のシリーズチャンピオンカーニバル大阪大会と武道館大会に続き今回3度目の全日本マットということになります。この早草エルボージャンピングのエルボー、おっとさあリングの中央大森が入ります。大森のカットが間に合います。ハイキックは早草です。さあ試合の権利は滋賀健太郎です。試合の権利は滋賀だ。エルボー打っていく、負けてるわけにはいきません滋賀。さあ試合の試合のペースは赤コーナー秋山はやぶさ組が徐々に握りつつあります。リングの中央です。逆エビ固めに入ります秋山純、ぐーっと腰をほどしてまいります。試合時間10分を経過しました。タッグマッチ30分の一本勝負、
秋山純はやぶさ組対大森高雄志賀健太郎組、現在試合の権利は秋山純そして志賀健太郎でありますが、この逆エビ地獄から志賀健太郎逃れることができるんでしょうか。おっと半身をよじっております。上半身の力だけで今サードロープににじり寄っていきます。志賀ロープブレイク、ロープブレイクです。馬場さん、この辺りの粘りといいますか、志賀健太郎ずいぶん出てきましたね。そうですね、まあ、粘りはね、もう体柔らかいですから、はい、そういう点ではいいんです。秋山がもうちょっと腰を下ろせばね、危なかったんですけども、はい、腰を下ろさせないだけの力がやっぱり志賀についてきたということなんですよね。なるほど。さあジャンピングニーだ。おっと口から流血、尻餅をつきました志賀健太郎です。赤コーナー早草が見守っております。おっと入ったリングの中入った、大森だ、大森に突っかけていった。さあ試合が分断、はやぶさと大森は場外だ。試合の権利は秋山と志賀、志賀健太郎もこれは完全にグロッキー状態でしょうか。このままでいきますとはやぶさがこの全日本マットで2勝目を挙げるということになるぞ。カウントは2つ、志賀健太郎返しております。さあ秋山純がちらっと赤コーナー、はやぶさの方に目をやりました。はやぶさがうなずいてトップロープから、あっと同士打ち、はやぶさのキックが秋山の胸元に炸裂。悔しげに今はやぶさロープをポーンと叩きました。さあ秋山が自らはやぶさにタッチして、お前が行ってこいとジェスチャー。おっとドロップキック円錐に命中。さあ大森ネックブリーカードロップだ。さあ首をついたぞ、これはどうか、これは2カウントで返しております。さあ現アジアタックチャンピオンの意地を見せるか、大森リバースの DDT からカバーは2カウントです。カウントは2。さあ大森いいぞ、全日本のアジアタックチャンピオンの意地を見せるか。ここで速いタッチワーク、青コーナートップロープは志賀健太郎、ドッミサイルキック、ズドンといった、秋山にも見舞っていきました。さあ2対1の体勢ができた。エルボー打っていく、もう一発、秋山場外だ、やりたい放題です。大森志賀コンビ、エルボースマッシュは大森だ。2人がかり、後ろから志賀、前からは大森、カバーはどうか、カウントは2つ。全日本3度目のリングにして、このはやぶさ修羅場を迎えております。フィッシャーマンズスープレックスホールドは2カウント、カウントは2つ。さあもう完全にはやぶさの動きは止まっているぞ。翼は閉じられたままだ。さあはやぶさどうか、カバーは秋山純が間に合います、カットが間に合います。場内からはブーイングです。いいペースで試合を進めていきます大森志賀コンビ。さあトップロープニュートラルコーナー、これは驚いたぞ、はやぶさがよく見ていました。トップロープから落ちてくる志賀を迎撃、そしてヒールキック、大森がカットに入りますが、おっとキックでまさに一周だ、場内にアピールしたはやぶさだ。そしてボディスラムで据え付けたぞ。さあニュートラルコーナー、これは持ってくるか、あれが出るか、ファイヤーバーのスプラッシュ、カバー間に合っております。大森エルボースマッシュ、得意技を打っていったんですが、さすがはアジアタックチャンピオンの大森、タイミングよくカットに入りました。さあ危ないぞ、秋山の世界を取ったエクスプロイダー炸裂。最後は元世界タッグチャンピオンの秋山純、エクスプロイダーが炸裂いたしました。カウント3、志賀健太郎から奪っております。